平素より大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ3週目にね入っているわけなんですけども、前回3週目のトップバッターが風間さんでしたので、若干まだ殺人クラブの余韻を引きずっているというかね戻りきってない感じがするんですけど、今回からは我々が最も信頼を置く語り手の一人、細田さんのね話にねなりますので、もう大丈夫なのではないかと、戻るんではないかと俺は自信を持って言えるんじゃないかなと思ってます。本当お願いしますよろしくお願いします。細田さん信じてますからね。こんにちは、こんにちは。2年 C 組の細田智晴です。やっぱね、面構えがね違いますよね、風間さんとはね。皆さんここに集まるくらいだから、よほど怖い話を知ってるんでしょうね皮肉かな完全に風間さんへの皮肉ですよねこれ。稲葉くんだっけ、君も怖い話は好きなのかな。怖い話が好きっていうか、俺はもうなんつうか職務としてねやってる感じですけど、実は僕はあまり好きじゃないんだよ。おう、だから怖い話もあまり知らない。細田さんは怖い話好きというよりもね、呼び寄せちゃうタイプのね人ですもんね。本当を言うとあまり来たくなかったんだな、だなっていうね。でも日野先輩にどうしてもって誘われてね、まだ関係を持ってるのあの人と。ダメですよ、ろくでなしですよあの人は。日野先輩が僕を誘ったのには理由があるんだよ。まあ日野先輩のね知り合いじゃないと、そもそもこの場に招集されるっていうことがないですもんね。僕は怖い話はあまり知らないし、そういうのはどちらかといえば苦手な方なんだ。でもね、怖い体験は多いんだよ。やっぱ細田さんはどの話でもあれですよね、霊感が強いゆえに巻き込まれてしまうっていうタイプですよね。霊を見てしまう体質っていうのかな、それとも霊に好かれてしまう何かを持っているのかもしれない。いや人柄だと思いますよ。そこはとにかく嫌というほど見てしまうんだ。霊魂はどこにでもいるという話を聞いたことがあるかい。実はその通りだな。風間さんも似た感じのね導入でしたけど、やっぱ全然違いますよ雰囲気作りがうまいですよね細田さんは。本当にどんなところにでもいるもんなんだよな。その辺をふわふわと漂っていたりするんだよ。怖い。君の周りにだってたくさんいるんだよ。さっき膝にいましたけど、ね、誰かの。ただ見えないだけなのさ。時々意味もなくゾクッと感じることがあるだろう。ああ、ありますね。あれはその霊が君の体の中を偶然通り抜けて同調してしまった時に感じるもの。同調してたんだ、あれ。割とあるよね。ほとんどの場合は害がないけれどね。だから辺りに霊がうようよしていても取り立てて気にすることはない。おかしな話かもしれないけれど、見える人間にはそういうもんなんだよ。うちのね、エレベーターに乗ってる時ね、わってなること多いんですよね。怖いね。もっとも僕もどんな霊でも見えるってわけじゃない。さすがにその辺を漂っている全ての浮遊霊までは見えないさ。強いやつだけ見えるっていう感じですか？そこまで見えたら僕は気が変になってしまうよ。霊も気を放っていてね。強い霊気を放っているものに限って見えるって、ってことは、中野とか竹内さんはやっぱ凄まじい霊気を放ってたってことですよね。上級霊ってことだな。その程度の能力だ。それから強い霊気を放っていなくても、きっかけがあれば見えやすいね。きっかけですか。例えばそうだな。よく、木の木目や壁のシミが人の顔に見えることってない？ありますね。ありますね、そういうのもね。古い家に行って天井を見上げてみる。何の気なしに見ているのになぜか気になってしまう。それもある一箇所が気になる。そこにある木目がどうも人の顔に見えて仕方ないんだ。それも苦痛にもだえ苦しむ人の顔だ。もだえ苦しむ人ですか。そんな経験あるかい？学校じゃないけどね、じいちゃん家がね、すっげえ古かったんですよ。で、泊まりに行った時とか確かに天井怖かったよね。もしあったとしたら君は霊感が強いと思う。いや、はっきり人に見えたわけじゃないんだけど、もちろんその木目には霊はいるよ。いるんだ。これ今回木目の話なんですかね。
さすがの細田さんでも 100% トイレっていうわけじゃないのか。もっともどんなに人の顔に見える木目やシミでも偶然そうなったということはよくある話さ。まあね、大事なのはその木目やシミが君は気になって仕方がないという場合だ。それは明らかに霊は君に呼びかけている証拠だ。もちろんこういう話は科学的には証明されていないし、いろいろな意見がある。なんかやっぱ語り口が理性的ですよね。細田さんはね、どれが正しくてどれが間違いかは結局のところ誰も言い当てられないものさ。あえて断言しないっていうのは結構怪談を語る上でポイントかもしれないですよね。風間さんとかすぐ断言するじゃないですか、バカだから。自分が見えれば誰が何と言おうとそれが現実だ。僕は少なくともそう思っているよ。で、天井の木目や壁のシミに霊が潜んでいる話。おー、トイレじゃない、トイレじゃないんですね、今回は。君は興味を持ってくれたかな。ワクワクしています。当然のことながらこの学校にもそういうものがあるんだよね。さすがの導入ですね。偶然人の顔に見えるんじゃなくて、本当に霊がいるために人の顔に見えてしまうシミ。君は気づかなかったかい。君霊感が強そうなのにな。やっぱり霊感強いんだよね、どのお話でもね。もっと普段から気を張っているといいよ。気を張るってどうやればいい。そうすれば君なら感じ取れると思うから。うちの学校にある霊のシミの話だけど、結構あるんだよね、何箇所も。そうなんだ。あー、特に旧校舎に多かったりするんだな。旧校舎の話か。ちょっと久しぶりですかね。まあでも殺人クラブでね、行ったけど。床板に奇妙な形で残っている木目、壁に押し付けられたようにくっきりと染みついたシミ、あれらの中にはかなりの霊が混じっているよ。そうなんだ。あんまり邪悪なものは感じられないけれど、でもね、一番はっきりと強く感じられるのは、あ、新校舎なんだ。実は新校舎にあるんだよ。知ってるかな、1階のトイレかい。トイレかい。結局1階の東側にある女子トイレ。いや、まあちょっとね、期待してた自分もいなくはないんだけど、グイってきたな、トイレに。女子トイレなんだ、しかもあそこなんだ、1階東側。1階ってことは3年生が使って、染みてんね、染みてますね、はっきりと。あのトイレの中に薄い汚れた黒っぽいシミがあるんだよ、これ。俺が見回った時はなかったけどな、夜。あれは誰が見ても人の顔だってわかるな。新校舎のトイレ何もなかったんだけどね。なんで僕が女子トイレのことを知っているかって、僕は別に変態じゃないよ。わかってます、大丈夫です、大丈夫です、言わなくて大丈夫です。女子トイレに一人でこそこそ忍び込んだりしないさ。僕に霊感があるっていうのを知ってクラスの女子が、え、そんなに。すごっ、え、すごくない、クラスメートに知れ渡ってんだ。なんか霊界探偵的なポジションってこと。あのトイレの一番窓側の個室に入るとなんだか寒気がするって。その個室のドアの横にその人の顔の形をした黒っぽいシミがあるんだ。細田さんすごい、何か悪い霊がいるかもしれないから調べてほしいって頼まれた。めちゃめちゃ頼られてるじゃないですか、女子たちに。もちろん先生にそんなことを相談しても相手にしてくれないし、トイレを調べたいって話をしても許してくれるわけがない。そうだね。だから結局は忍び込んだんだ。それなんか単独で行かない方がいいんじゃないですか。なんか誤解されそうじゃない。あ、だからって一人でじゃないよ。もちろん何人もの女子が一緒についてきてくれたわけだし、放課後人気のないところを見計らってさっとね。お、すごい、なんか従えてるじゃないですか、女の子たちを。取り巻きかい。すごい、細田さん。変な話だと思うかもしれないけれど、彼女たちにしてみればそれほど真剣で切羽詰まった問題だったのさ。霊気はね、近づくとなんとなく予兆があるものなんだ。あ、この辺にいるぞってね。強い霊気であればあるほど強く感じる。それが不思議なことに全く感じられないのさ。弱い霊気ってこと？女子トイレの前に立ってもそんな気配は少しも感じられない。それで僕も今まで気づかなかったんだな。そうなんだ。だからこのトイレについているシミは霊なんかじゃないと思った。まして悪い霊なんかじゃねえ。ただ隙間風か何かが吹いて寒気がすると思ったのさ。
いい例っていうこと？それを言うと女子のみんなは少しほっとしたよってめちゃめちゃ信頼されてるじゃないですか、女子たちから。だから僕は女子トイレを調べる必要はないと思った。でも万が一ということもある。不安そうな顔で目を伏せている女子もいたし、君だったらどうする？女子トイレを調べる。女子トイレには入らない。いやでもね、せっかくさ女子たちが細田さんを頼ってきてくれてるんだから、そこはなんか実際見てなんかそれっぽいことを言った方がポイントは上がるんじゃない？女子トイレ調べよう。僕もそうしたよ。さすがですね。やっぱり泣きそうな顔をしている女の子を放っておくわけにはいかないからね。そうだよね。泣いている女の子を放っておくなんて細田さんがするわけないよね。念のため中に入って実際にシミを見てみることになった。正直ドキドキしたよ。もちろんそのシミを見ることにさ。ん？別に女子トイレに入ることにじゃないよ。一応断っておくよ。分かってますよ。言わなくていいですよ、そういうの。入って僕は心臓が止まるかと思った。ものすごい霊気だった。え？そうなの？近づくと霊気を放つタイプか？細田さんと共鳴している？他の霊気とは全然質が違うんだよ。周りに霊気を発するんじゃなくて、その場に溜め込んでしまう陰湿な霊気なんだ。いろんな霊気がありますな。何かの怨念がそこに留まっていることは僕にもすぐ分かった。除霊をしない。除霊できんの？細田さん。除霊をしないとこのままでは大変なことになる。そこまでの能力を有してるんですか？それでもそんなこと先生に言っても真面目に聞いてはくれないだろう。何か事件が起こるまでは。ねえ、やっぱり何かあるの？僕の不安そうな表情を見て撮った女の子が震える声で聞いてきた。すごい面白い。それ一緒に見たかったの俺も。僕は何て答えるべきか正直迷ってしまったよ。何もないと答える。このトイレは使わない方がいいと忠告する。先生に報告するべきだと思う。どうしようか。何もないことはないもんね。トイレ、しっかり対応するんだったら先生に報告ですかね。そっからどうなるかわからんけど。しっかり対応してるところを見せた方が女子たちのポイントもアップするよな、きっとな。報告しよう。先生に話した方がいいな。相手にしてくれるかどうかわからないけれど、このままでは危険だと思う。多分先生に話しても解決しないだろう。それでも話さないよりはマシだ。僕はそう思ったんだ。女の子たちは僕の言葉を聞いて、いや、ひそひそと話し合って、おい、女子どもふざけんなよ、お前。ちゃんと聞けよ、細田さんの話を。きっと彼女たちも、それが無駄な努力であることは、あ、そういうこと？分かっていたんだろう。そういうことっていう、細田さんの推察ですね。僕たちは職員室に行った。すげえな、細田さん。言ってはいいけれど、誰に話をすればいいのか分からない。ああ、職員室ですね。鍵束とドライバー取らないと。その時職員室には4人の先生が残っていた。誰に話そうか。これは分岐しそうだな。生活指導の飛田先生、進路指導の足村先生、体育の若月先生、数学の米山先生、数学の先生マジ関係ねえな。これはどうしますか？トイレの例って誰担当なの？生活指導？もう生活っていう2文字しか見てないけどね。生活指導ってでもそういうことじゃないよね。もう例の話になってくると職域とか関係ない気がすんな。例と戦えるかどう、戦えるかっていうか、なんか、やっぱ肉体派の先生の方が頼りに、こういう場合は頼りになりそうな気もするよね。体育の若月先生行ってみる。僕たちは若月先生に相談しようとした。ところが、先生は居眠りしてて、全然起きてくれ。お前、体育の先生はなんか、職員室で寝てるもんみたいな決めつけ良くないと思うんだけど、寝言まで言っちゃってさ。しょうがないから他の先生に、ダメなんだ。若月先生ダメか。まあでも選択肢残ってるよ。もう一回若月先生行ってみない？僕たちはもう一回だけ若月先生に相談してみようと思った。でもやっぱり起きてくれない。体育の先生も見てんだぞ。この動画。一定数見てんだぞ。そういう決めつけはちょっとね、疲れてるのかもしれないけど、あそこまで熟睡しなくてもって感じだったな。なんてこった。やっぱり他の先生に話した方がいい。じゃあ、誰？戦えそうな人は。
進路指導はでも進路のことだもんね。生活指導はなんかあれかな、市内持って朝校門にいるタイプの先生ですか。日田先生行ってみる。あ、あなたはあなたは俺が口説いた図書室の司書の先生じゃなかったんですね。僕たちは迷った末、生活指導の日田先生に話をすることにした。日田先生、生活指導、あ、女の先生なんのか。割とゴリマッチョの先生をイメージして選んだんだけど、日田先生は厳しいけれど僕たち生徒の話を真剣に聞いてくれる女の先生、厳しい先生だったんだ。ものすごい愛の言葉を囁いてしまったけど、うっとりしてましたけどね。君は知らないだろ。いや、知ってるんだな、これが図書室でね。俺と進藤さんは知ってるんですよ。僕はトイレの染みから邪悪な霊気を感じるから早く何とかした方がいいと正直に話したんだ。どうかな何、わけのわからないこと言ってんの。そんなバカなこと言ってないで早く家に帰りなさい。なんという、それが先生の答えだった。思っていた通りの答えだったよ。ちょっと上司たちの前でそんなことを言わないでくれよ。細田さんのポイントが下がるじゃないか。まあ笑われないだけマシだったけどね。すいませんでした。かわいそう。僕たちはそういうしかなかった。所詮先生を当てにしたのが間違いだった。他の先生頼りたいね。ちょっとね、僕たちの手で何とかしなければならない。え、そういう方向に行くの。ちょっと待ちなさい。職員室から立ち去ろうとする僕たちを、どういうわけか日田先生は呼び止めた。何、なんだか思い詰めたような顔をしていたよ。逆に不思議だったのは僕たちの方だ。ちょっといいかしら、こっちで待っててくれる。ん、え、何。そう言うと日田先生は僕たちを生徒指導室に案内してくれた。生徒指導室、初めて入る場所だった。僕は真面目だからそういう場所には縁がなかったから、ね、なんかちょっと悪さしちゃった生徒を質問する部屋ってこと。本当さ、笑わないでくれよ。そういう部屋あったな、俺の高校の時も。僕たちは何が起こったのかちょっとだけ心配になった。まさかこんなことで親が呼び出されるとか厳しく注意されるなんて思いたくなかった。まあでも俺が細田さんの親だったらむしろ誇らしいけどねこんなに女子に頼られてってなるけど、それでも日田先生のあの深刻そうな表情は何かただごとじゃないものをみんな感じていた。僕は数人の女子に囲まれて様子を見守った。みんな今にも泣き出しそうな顔してる。大丈夫よ、みんな細田さんがついてるから。きっと日田先生が怖いんだ。こんな恐れられてる先生に愛を囁いてしまったのか。こんな時男である僕が元気づけてあげなければいけない。おお、かっこいいね。さすが、それが男の役目だろ。何か楽しい話でもしようかと思った時、絶対に排泄しない男の話かよ。おドアが開いて日田先生が入ってきたんだ。手にはタオルを持っていた。何、何タオル。そのタオルで何かを包んでいた。ええ、それを机の上に置くとゴトッという音がしたから、かなり重いものがあのタオルの中に積まれているんだろう。なんすか。日田先生は椅子に座ってからもそのタオルの上に手を置いたまま話そうとしなかった。よほど大事なものが包まれているに違いない。中野先生はみんなの顔を見回すと、話しにくそうに一つの話をしてくれた。それは今から20年ほど前のことだったらしい。何この展開。20年前からあったってこと。その時からあのトイレにシミはあったそうだ。20年前も先生やってたってこと。そんなベテラン、そんなベテランを口説いちゃった。20年前生徒だったってことかな。その頃も学校にいじめはあってね、西条でいいのかな、西条陽子という生徒はいじめっ子グループのリーダーだった。いじめる方か。彼女たちはいつも気の弱そうな子をトイレに連れ込んでは、生意気だの、話し方がなっていないだの、いろいろと責め寄ったんだ。何度注意してもその子の態度が改まらないと、へりくつをつけてはいじめたんだ。いじめっ子なんて理由はどうでもいいのさ。ただ気に食わない奴を気晴らしにいじめるだけだからね。そしてある日、西条は一人の女の子をトイレの壁のあのシミのあるところに連れて行って顔を押し付けたのさ。このシミができた由来の話じゃないんだよね。すでにあるんだもんね。顔を押し付けたの、シミに。そしてこう言った。ええ、
このシミを舐めな、このなんかすぐ舐めさせる感じすげえ既視感あるんだけどこいつあれじゃないの、初代サツクラ部長とかそんな感じなんじゃないの、西条。なんかそんな気がするわ。このシミをきれいにするまで帰るな。あー、落とさせようとしたってこと？なんかこっちのルートの方がひどい目に遭ってくれそうじゃない？いじめっ子側が。ひどいことをするものさ。最初はその女の子にあの壁のシミを舐めさせたのさ。すまん、ちょっと今だけ我慢してくれ。女の子はもちろん嫌がった。それでも言うことを聞かないと後が怖いからね。彼女は泣きながら言われた通りにして、他人事とは思えない。きっとね、すげえ見覚えあんだけど、この発言。こいつトイレの壁なんか舐めやがんの。このシミってなんかお前の顔に似てるよね。あははは、こいつ。稲葉くんがこの時代にいればな、殺すんだけどな。タックルで殺すんだけどね。西条はそんなことをさせておきながら、そう言ってその子のことを笑ったのさ。呪われろ。その次の日からだった。うん。早いな。西条が学校に来なくなったんだ。ええ、そして一週間が過ぎ、一ヶ月が過ぎ、西条は学校を辞めてしまったんだよ。ええ。なんで？なんでも大病を患って入院しているということだった。呪われた。その頃から西条をリーダーとしたいじめっ子グループは、めっきりとおとなしくなってしまったんだ。何これ？なんすかこれ？なんでも仲間の一人が、西条の見舞いに行ったら彼女の顔一面にひどいシミができていたんだってさ。これが顔にできたシミ？なんかザーサイの王様みたいな。このシミはあのトイレにあったシミにそっくりだったかな。あれなんか全然人の顔には見えないけど、西条の顔のシミはどんな治療をしても消えず、それから誰とも会いたがらなくなって、それっきり消息不明になったそうだ。家族も遠くへ引っ越していったらしい。出た、引っ越し。みんなあのトイレのシミの呪いだと噂し合った。最初には災難だったかもしれないけれど、自業自得だよな。まあな。それからしばらくの間はいじめもなくなったそうだ。これさ、日田先生がいじめられっ子だったんじゃない？日田先生はそう話してくれた。どうですか、僕の推理。推理っていうか推察ですけど、話している間中伏し目がちだった。そして話し終わると長いため息をつき付け加えたんだ。だからあのトイレのシミは悪い例じゃないの。いじめられている子たちを助けてくれるいい例なのよ。やっぱそうなんじゃない、これ。もしあのシミに何かしようとしたらきっと呪われるわ。みんなが何もしなければ別に害はないわ。だからあのままそっとしておいてくれる。うん、守ろうとしてるんだよね、あのシミをね。日田先生はみんなに返答を求めたんだ。なんて答えればいいんだろう。そっとしておく。絶対例許さないマンでいく。いやでもさ、別にね、なんか実害出てるわけでもないし、日田先生がそう言うんだったらそっとしておきますか。わかりました。そういう話だったら僕も何も言うことはありません。お騒がせしました。みんなも僕の言葉にうなずいてくれた。霊界探偵としてね。日田先生はほっとしたのか笑顔を見せてくれた。そう、ありがとうみんな。実を言うとね、あのトイレのシミを、あのトイレのシミを舐めさせられた子って私なの、やっぱり。そうだったんですね。日田先生は高校生の頃いじめられっ子だったそうだ。それでも頑張って先生になった。ああ、それで生活指導か。なんかいい話じゃないですか、これ。それで今はいじめをなくそうとして生活指導という役目を買って出たんだ。自らね。井田先生がそんなことを告白するものだから、僕たちはもうあのシミの話を蒸し返すわけにはいかなくなってしまった。みんないい子ね。引き止めてしまって悪かったわ。もう遅いから気をつけて帰るのよ。あのシミはさ、この悪い気を放ってるわけじゃないんでしょ。力は強いかもしれないけど、井田先生はそう言うとあのタオルを大事そうに抱えて生活指導室から出ていった。タオル何だったんだ。僕はその時見えたんだ。何？え？あのタオルがめくれて、その中に鉛色に光る歯が光っていた。何の歯？
一瞬のことだから僕の見間違いかもしれないけれど、もしあれが包丁だったら飛田先生は何をするつもりだったんだろう。え、まさか僕たちがあのシミについてこだわっていたらタオルの中身を使うつもりだったんだろうか。僕たちを殺すためになんて、そんなことあるわけないよな。あの飛田先生に限ってさ。でもね、今更ながら僕は思うんだよね。もしかしたら飛田先生は嘘をついたんじゃないかってね。飛田先生がいじめられっ子だったって話、そして西条といういじめっ子があのシミの呪いにあって学校を辞めてしまったって話、全部、そもそもあれ全部が作り話だったんじゃないかな。なんでよ、20年前にそんなことはなかったんだ。なんとなくだけど最近そんなことを思ってしまうんだよ。あのシミを守るために全てでっち上げたってこと、なぜ飛田先生が嘘をついたかって、さあそれは僕にもわからない。ただね、なんとなくなんだなんでバッグをトイレにしたんですか。飛田先生はあのシミを守らなければならない理由があったんじゃないか。あのシミを守るために僕たちにあんな嘘をついたんじゃないか。そんな気がしてならないんだ。僕は男性だから、あのトイレには入っていない。そうだね、女子トイレだからね。でもね、確かに邪悪な霊気を感じたんだよ。ものすごい邪悪な霊気をね。まあ細田さんはそう言うならね、それは嘘じゃない。神に誓っても嘘じゃないよ。あのシミがいい霊だなんて言った飛田先生がどうしても納得いかないんだよね。え、じゃあ女子たちは普通に使ってるってことを、今でもあのトイレを。あのシミ何か秘密があるんじゃないかな。え、行く感じ、行く流れですか。そして飛田先生にもさ、君もいつかは飛田先生と話す機会があったんだよな。もう話す機会があるんじゃないか。いやー普通だったよ。俺の愛の言葉にメロメロになってたよ。その時は気をつけた方がいいかも。大変な人を口説いてしまったな。何かありそうな気がするからさ、まああくまで僕の推測だけどね。終わり？これで僕の話は終わりだよ。行かないんすか、トイレ。行こうよ、一回女子トイレ。3話目は誰が話すのかな。何が正しいのか全く明らかにならない系の話か。なんかどっちも信じたいからな飛田先生もちょっと立場上信じたい俺がいるからな。これはセーブしとくけど、ちょっとね、細田さんに何も規制してないんで若干物足りなさがね、あるセーブデータですけど。でもこれさ、結構見るの大変だよね、分岐。どうすっかな。飛田先生の分岐は見たいね。てか全部見たいんだけど。まあちょっと、やっていきますか、次のパートもね。でもこれ、新聞はさ、新聞について考えようと思うんだけど、この話を載せた場合さ、どうやっても、飛田先生を疑ってる感じになりますよね。人じゃないんじゃないかっていうか少なくとも霊側の存在なのではないかっていうことでしょ、細田さんが言ってるのは。怒られねえかな俺が怒られねえかな、いいのかな。いやもうね、飛田先生口説いてる手前あいつかってなるでしょ。でも この記事をきっかけにまたちょっと飛田先生となんかあるかもしれないですよね。ねえ、新藤さん。どうですかね。まあちょっと、飛田先生の選択肢からは次回は取り掛かりますかね。はい。じゃあ、このパートは、以上ということで、また次のパートでお会いしましょう。さようなら。